こんにちは、ギタリスト畑修司です。新しい曲をどんどん弾いていくプロジェクト、今日は10月18日に作った曲です。今回の曲はちょっと悲しい部分もあるけれども、また前向きでありながら悲しい部分、それでありながらなんか情緒的な、そういう面もある。そしてラテンも少し入ってる、いろんな面がちょっと入ってる感じの曲になりました。いろんな思いを浮かばせながら聴いていただければと思います。購読、いいね、よろしくお願いします。Thank you.